自衛隊における階級賞について解説する。自衛隊においては、階級に応じ階級賞が定められている。各自衛隊の制服の種類に応じ、着用する階級賞も異なる。陸上自衛隊、航空自衛隊では、こう、おつ階級賞に加え、礼服用と略称が制定されており、海上自衛隊では、こう、おつ、兵階級賞に加えて、 略称が制定されている。通常の制服着用時には、こう、およ及び、礼服着用に際しては、礼服用階級賞が用いられる。実隊お及び音楽対応制服着用時には、これに装飾を加えたものが用いられる場合もある。また、階級賞には桜を図案化したマークを取り入れている。略称については、海上自衛隊の総始向けは、かつて白地に、 黒の略称を用いていたが、黒字のものに変更された。また、黒字に金、赤等を用いた識別型のほか黒字に濃い茶色、または青、黒、紺の明細模様地に灰色の停止人型が用いられる場合もある。航空自衛隊も、かつては青と白を基調にしていたが、灰色をベースとした停止人性のものに更新されている。このほか ソマリア沖の海賊対策により、ジブチに派遣されている陸上、海上自衛隊部隊においては、薄茶色地に、同色の縁取りが施された、茶色の模様の略称が用いられる場合もある。これは、現地の自然環境に合わせ、砂漠用の迷彩服が用いられ、停止人性が考慮されたためである。陸上、航空自衛隊の幹部、順位、層の公開急章は、 金属製である。特に幹部、順位のものは、桜または、横棒、内紙両方のパーツによって構成されており、この各パーツを自衛官服装規則に基づき服装の所定位置に取り付ける方式となっている。礼服用階級章は、丸内紐と金属製の桜星によってできている。他の階級章は、布地製であり、刺繍等で模様を形作っている。 これらは、服の所定場所への縫い付け等を行うが、お使い給章のみは、筒状の構造であり、筒の間に、検証符を通し検証として用いる。桜星の数及び横線の数の組み合わせにより、階級を示している。陸上自衛隊及び航空自衛隊においては、召喚は桜星のみ、左官は桜星及び、横線2本、以下は桜の花及び、 横線一本となっている。総及び市のお使い急章略称においては、総が山線、湖線との組み合わせ、市が谷線との組み合わせとなっている。海上自衛隊においては、幹部は陸、空と異なるデザインであり、幹部の公海急章では、桜星と王線の数、太さの組み合わせで示されている。幹部の略称も横線の数、太さによって示されている。 総及お呼びしについては、他に線の数や個線、怒りとの組み合わせとなっている。微光なお、海装庁の幹部候補者希少は、金線一本に怒りのあしらわれたものである。検証部分に取り付けるもの,の検証部分は取り外しが可能で襟側はボタン止め、片側はベルクロにて取り付ける通常の階級章を取り付けた検証部分を取り外した後に、 制服の型に縫い付けられた2箇所の輪っか部分に金具を通して取り付ける方式。ただし、順位に限っては、モールチのみで表す統合爆量調賞に関する訓令、自衛官候補生の制服等の着用及び、自衛官候補生気象の正式等に関する訓令。ありがとうございます。